エコキュートの例手前がヒートポンプ、奥が貯湯タンクエコキュートとはヒートポンプ技術を利用し空気の熱で湯を沸かすことができる電気給湯器のうち例外としてフロンではなく二酸化炭素を使用している機種の商品名である。正式名称は自然冷媒ヒートポンプ給湯器という。エコキュートの名称は日本の電力会社、給湯器メーカーが使用している愛称で関西電力の登録商標である。デンソーなどの基本特許をもとに2001年4月コロナが世界で初めて発売した。翌2002年に前年平成13年度分としてコロナを含む複数の企業などに同時に省エネ大賞の経済産業大臣賞が授与された。市場全体での累計出荷台数は2007年9月に100万台、2009年10月には200万台を突破した。2014年1月には400万台が普及。一方でヒートポンプの低周波騒音による近隣への健康被害も公的機関や報道で取り上げられ、訴訟に発展したケースもあり、エコキュートに限らずヒートポンプを使用する各種のエコシステムの設置位置には十分な検討が必要である。ヒートポンプユニットと貯湯タンクで構成される。ヒートポンプユニットのコンプレッサーは圧力が10Paを超える高圧であるため、二重構造の二段圧縮となっている。一段目の圧縮と室圧力が二段目の圧縮部の外郭に加わり、圧力で抑え込む構造となっている。冷媒に二酸化炭素を用いる。ファンを回転させ、外気をヒートポンプ内に取り込み、ユニット内の CO2 を温める。ここではより高温の外気から熱交換器を介して、より低温の冷媒を温める。すなわち、外気の熱エネルギーを冷媒に取り込む。温められた CO2 を圧縮機に送り圧縮することで約摂氏90度の高温にする。この高温になった CO2 を別の熱交換器を介してタンクの水を温める。すなわち、冷媒の熱エネルギーを水に転移し湯とする。その後 CO2 を膨張弁にかけて膨張させ低温にする。この後、1の段階に循環する。ファンを回転させることを除けば、基本的に圧縮機駆動に電力が使われるのみであり、外気の熱を汲み上げるという意味からヒートポンプと呼ばれる。通常の電熱機器より発熱の効率が3倍から5倍、良好だが、外気温が下がると能率が低下し、他熱源とのコストメリットが低下する特徴がある。深夜にコンプレッサーを稼働させるため低周波による騒音が発生する。現在主流の防音措置では、防ぐことが困難であり、対策は容易ではない。2010年に環境省は低周波の人体への影響について調査を始めた。また、業界団体では2011年春までに設置場所や設置方法等をガイドラインにまとめるとともに、各メーカーは静粛化に力を入れるとした。2012年11月には消費者安全調査委員会がエコキュートの低周波音によるものとして健康被害を訴える申し出を調査対象に選んだ。2年に及ぶ調査検討の結果、エコキュート撤去後に被害者の症状が改善したことから、2014年12月19日に健康被害の原因は給湯器の運転音である可能性が高いとの調査結果を発表した。ありがとうございます。